千葉に帰ってきました。ニューボードですね。はい、ニューボードです。モデルとスペックを教えてくださいよ。はい、こちら大人気モデルで誰が言っても分かるような、まあ、ドライバー 2.0 というモデルなんですけど、でサイズが57ハーフのリッターが 26.3 ですね。だから本当に次の福島県であるチームチャレンジがあるので、それに使おうかなっていうサーフモードですね。サーフショップの店員さんにしか聞けない入荷情報を教えてほしくない。ああ、いいね。なんか今いい板入ってますか。最近プレセボもやっとちょっと入荷して、でもやっぱ人気なんですぐ売れちゃったやつもって感じですね。あ、そうなんや。じゃあおとんがサーフィン10年ぶりにやったリローデッドってあります？ありますよ。 あるんや。え、まだある。まだ2本ぐらいあるんじゃない。へえ、何が一番売れた。何が一番売れた。でも全体的に売れたって感じじゃない。プレセボは本当入門からそのまんまそのステップアップしていく人も買っていくし、あ、やっぱちょっと最初の1本にしてはあれなんで、やっぱこれからテイクオフの本数増やしたい、はいはい、でちょっと動きマニューバーとか練習したいって人は買っていく傾向にあるかなって。 RNF スナッパーとか人気なんでしょ。あ、結構売れたタブレットリラックスも人気でしょ。俺知ってんだよ、俺全部乗ってるから。ウェーブでもプレセも乗ってる人いっぱいおったの。多かった。あの RNF スナッパーとタブレット結構攻めとる人おったの。ウェブブールってあれなんでっていうと壊れんからでしょ。ああ、それもあるじゃん。普通の大事な板はもったいないじゃん、やらかすと。あれ壊れにくいんでしょらしいね。だからっていうのもあると思う。大事ですね。そうなんです。で、今日はサーフィンするんですか。今日はしません。え、やらんの。やるウェットは今何が売れるの。シーガル、スプリング。意外とフルスーツも売れます、ね、まだそう、まだ売れるんさ。あ、薄いやつ。そう水冷たくなったりもするから。でもやっぱり一律全体的に売れるって。やっぱり薄いウェットってさ、既製品やとめっちゃ安いんです。安いですね。やっぱオーダーだと高いけど、やっぱサイズさえ合ってしまえば。いくらぐらいですか。オーダーやと9万とかするんですけど、まあ、ストックやったら4万前後で買えたり、3万とかで買えたりとか。そういうの何、あのシークエンスさん行ったらさ、紫スポーツの、相談乗ってくれるんだよね。全然もちろん、まあ、やっぱでもそのオーダーに比べるとそのやっぱスペックとかはちょっと低いんですけど、やっぱまあ夏のシーズンでとりあえずまあ水冷たいから着るぐらいだったら、まあ、そういうのでもいいのかなって思ってます。いや、だってプロサーファーの嵐でもさ、夏はさ既製品着たりするじゃん。だってそんなぴったり合わんでも水入ってきてもいいじゃん夏は。真冬はちょっとな、ね、でも今なんかクオリティないから真冬でも製品でいけるって言うけどね。はい、ちょっとね、今いきなり話変わるんですけど、この間サーフィンしようと思って着替え取ったら、これ視聴者さんからプレゼントってくれて、これ何かというと、自分も最初このまんまやったら何やろって分からなくて、で見たらなんとこちら、カビゴのステッカーいただきました。しかも食べて寝るだけって書いてある。あ、これいただきました。いいね。見てくれとるかなと思うんですけど。お願いしますよ。ここに貼っておきます。やばいってそこ。いや、本当にありがとうございます。こういうの嬉しいよな。そう、いいよね。はい、というわけで今からサーフィンするんですけど、紫スポーツスタッフさんの使用するボードちょっと聞きたいなと思いまして、面白そうやからさ、なんか珍しそうやし、ちょっと教えてもらっていいですか。僕が働いてる地域にサーフとは、タコミサオさんが削ってるシークエンサーフボードですね。かっこよくない？かっこいいよ、ツインド。サイズは何ですか？サイズは54、幅が19と13やったかな、そのぐらい。ちょっと厚みはそこまで目指してない。リッターはわかる？リッターはないかな、でも大体 24.1 とかになってくる。そんなちっちゃいの？リッター？基本22リッターとか23リッター乗ってるから、そのぐらい。若干オーバーフローにそこまでごつくないだろう。そう、なんかやっぱモダンツインって言った方がいいかな。いや、おしゃれだね。厚みはレトロツインなんだけど、色といいおしゃれじゃん。色はおしゃれ。これ特徴が何個かあって、ピークドノーズ、くちばしみたいになってる。浮力がこれで持ってるから厚いセクションで抜けれます。ラットリッパーと一緒や、うん、そうで、あとやっぱ特徴なのがコンケーブがすごい入ってる。だいたいツインって B とかあんまりフラットな感じだと思う。これはシングルコンケーブでちょっとスピードが出るタイプの、抜けやすいのにダブルコンケーブ
通のパフォーマンスボードみたいな。こだわりが強いですね。はい、彼コンケーブの話好きじゃないから多分知らん顔してるから、はい、要はスピードが出る、スピードが出やすく、パフォーマンスもしやすい、水が抜けがいいってことですね。そう、まあ縦のアクションもしやすいって感じなんです。今日それが分かるんですか。うわ、今の触り方で分かる。シェーパーですか。取られるぞ。あ、どれ、これも確かに。あ、なるほど。映してない。目線がカメラやから。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ナビどうでした。まあ、ちょっと難しかったけど楽しかったね。そうですね、まあ長かったんじゃない、ロングライドやったり。確かに、まあ、軽いんですけど、軽くてそのセクションはあんまないんやけど、まあなんかとりあえず長く乗れたって感じですね。なんかロングライドいっぱいしてましたね。そう、走りましたね。その今回初乗りやったけど、なんか慣れてないけど良かった。どうやったの。まあでもヒットしてないから、なんていうのかな、今日の波にはサップドライバーの方がいいのかなとか言っとると、キリがないからちょっと練習した方がいいね。そうですね、まあ確かにいいライディングは一歩もなかったですけど、まあ自分の感覚的にはそこまでこれあかんわとかなかったし、逆に良かったんで。いや、打点が高い。あの軽い波でも結構突き出ていい感じで、あとたまにね、南とかいい波でも取ったよ。あと、なんだってもう一人な、ジョーとか。多分その波に乗れてないね。ハルボーはさ、あの板、今日の波にマッチしてロングライドしてスタイル出しとったじゃん。インサイドまで長距離乗っとったじゃん。自信を持ってしまう。ファミマーまで行くぐらい乗っとったじゃん。絶対悪口や、これ。でも楽しかったですよ、あれは。本当に。結構良かったっすね。良かったと思う。サーフボードも走っとったっすね。うん、スタイル出てましたよ。スピードが出るんですよ、ね、なんで楽しかったです。スタイル出てましたよ。でもこれも結構良さそうやった、ほんまに、まあまあ、見てる限りは。でもいつも春夏はさ、その仕事終わり1時間でも入室しとると思うんですけど、どうですか、その上達したいという気持ちが強いのか、本当に好きでただただまあちょっとでもやっとくかっていう気持ちか、両方じゃないかな。やっぱり、あ、俺それ聞きたい。ちょっとやりだるいなと思う時でも、上手くなりたいから、いやいや今日は入ろうって思うのか、本当にやりたでやりたで入るのか。そんなかっこいい理由じゃないです。あの、もうとりあえず仕事終わり汗流そうかなぐらいの感じで、だからまあせっかく海目の前なんだから入らないと損だなっていつも思ってますね。え、こういうのないの、ちょっとだるくて今日やりたないけど、いや上手くなるためにやっとこうと。ランニングってそういうのあるじゃん。
あの何トレーニングのためだからだるいけ ど、 なるほど、ね、無理してそういうのな。俺って結構サーフィンねやりたてやりたて入るんと違うもん。ちょっと決めてやってる。えでも普通に何やかんやとりあえず入るかって入ってみたら楽しいことっていっぱいあるやん、うんうん、だからそれでまあ入ってみて、まあ、そしたらなんか意外といい波張ってくるな、うん、来たみたいな、あなんか決まった、そしたらなんか一日ハッピーで終われるんで、とりあえず入ることは大事かなと思います。とりあえず入る、楽しすぎて入りたてしょうがないとかとかじゃなくて、上手くなりたいから入るんでもなくて、とりあえず入っとく。日課、日課っていうとなんかそうですね、まあでも上手くなりたいと思ってるんで、まあ楽しみながら、あやっぱこここうした方がいいなっていうふうには考えてますよ。じゃあなるほど、一般サーファーの見本ですね。いやもう素晴らしい勝手に代表にせんといてくれる、恥ずかしいででもほぼマジで毎日ほぼ入ってない。ほぼ毎日はまあ入ってるか。え2回入る？え1日2回入る時もあるけど、仕事前結構早起きして、いや7時ぐらいか。あそうなんだ、まあ、1時間ずつぐらい。そうそうそう、30分でもまあとりあえず入ろう。4時から起きて必死こいで入るっていう感じではない。逆に人多いんでちょっと無理なんですよ、怖いんですよどういうこと？朝4時とか人多いの？やっぱロコの人とかおったりするし。あそう、あ仕事前ね。そうそうそう、やったらちょっと自分はもうちょっと時間に余裕があるから、ちょっと時間外してまあピーク外してちょっといいところを探しながらやるって感じ。自分選手の人と被るタイミングが多いかも。あだから乗らせてもらえやん逆にね。まあ今日もね、ジョーやったり南ロイとか、まあ、プロサーファーがここに集まるってことが、まあ、ここが良かったんじゃないかなと思いますね。まあ今日は そこまでいい波乗れなかったんですけど、まあ、千葉帰ってきて、まあ、来週はついにねチャレンジカップ GPSNS があるんで、まあ、それに向けて結構練習してますけど、まあ、楽しみですね。あれもどうですか、この旗から見てそのチームチャレンジの印象というか。やっぱなんか団体戦っていうのが基本プロの選手の試合でなかったから結構楽しみではあります。確かにな、個人スポーツやもんな。そうそうそう、やっぱりなんか普通の CT とかでもそういうのあんま見たことない、うんうん、やっぱどうやってやっていくのかな。プラスまあ試合数も今年 JP 少なかったから、日本の選手がどんな感じでやってくれるのか楽しみですよね。そうっすね。いやだって紫スポーツの代表で行くから、多分応援団140店舗の社員とバイト合わせたら紫スポーツが一番でかくない？確かにだってハーレー、発想はなかった。だってハーレーもすごいけど140店舗の社員はいないぞ。まあ確かに応援団すごい。応援団すごいで、それが全員来てみ福島に入れんぐらい。俺絶対行かんわ誰が行くねんっつってまあそんな感じで本日は終わるんですけど、ちょ最後にアルモは気になってる方おると思うんで、ちょっとこれ紹介しようそれいつもつけとるか。でも可愛くないこれ。最近買って、いい紹介してよ。友達のユナって子がサブちゃんにも出てくれたやんな。最近立ち上げて、そこでオンラインショップで買えたんやけど、へバスクインザサンってところで。可愛くない？値段はいくらぐらいですか？4000円ぐらい。4000円ぐらい。そう、でもそうだよな、つけてなかったよな。最近毎日つけてんねん。まあ、ネットからインスタから買えるんやもん。そう、ここに貼ってあるんで、うん、よろしくお願いしますユナといえばね、結構昔から友達で、ね、ぜひ皆さんね、インスタグラムから勝手にこれ宣伝しとるけどさまあええやろ、うん、まあ、ぜひね、皆さん女性の方でも男性の方でもつけれるみたいなんで、これ案件、はい、というわけでありがとうございましたカット